あれから3ヶ月、ソラとヒチョルは再びクァンドン医大第一病院にいた。実は二人は諦めることなく、もう一度夢に向かってチャレンジしたのである。果たして赤ちゃんを授かることはできるのだろうか。1週間後、結果を聞きに病院を訪れた二人。すると今回もソナを担当してくれたハンスキョン看護師が、꿈이맞나봐。왜요？됐어요。진짜요？정말이에요？됐어，쌍둥이인것같아。정말이요？정말이요？진짜요？그럼내가거짓말할까이걸로？진짜요？정말요？ついに念願の命がソナのお腹に宿ったのだ。手を取り合い、溢れ出る喜びを分かち合う二人。내가진짜엄마가될수엄마소리를들을수있을까너무궁금해요。아직난건아니지만진짜엄마죠。こうしてソラとヒチョルは期待に胸を膨らませ病院を後にした。だがこれからソラが出産するまでにはさまざまな問題が生じてくる。無事に赤ちゃんを産むことはできるのだろうか。2007年11月、二人が暮らすマンションでは身重の妻の体を気遣い、夫のヒチョルが一人で一切の家事を行っていた。そして病院で撮影したソラのお腹の超音波映像を眺めては、順調に育っている我が子の姿に胸を弾ませていた二人。だがそんな中、ソラは密かに不安を抱いていたのだ。生まれてくる赤ちゃんが私と同じ病気を抱えていないか心配です。子供には自分と同じ苦しみを絶対に味合わせたくないんです。生まれながらの病気が引き起こした度重なる痛みと苦しみ、その辛さは誰よりもソラ自身が一番よく知っている。2008年2月、この日引っ越しが行われた。ヒチョルがソナに何かあれば走って戻れるようにと、自分の会社のすぐ近くに新しい部屋を借りたのだ。実はこの頃になるとソラは一人で立ち上がることができなくなっていた。日に日に重くなる赤ちゃんが足腰にかける負担は彼女の場合深刻なものだったのだ。しかしヒチョルの献身的なサポートとソラの強い思いが、そんな全ての苦難をカバーしていたのである。そして2008年3月、定期検診のため二人は病院を訪れた。ヒチョルが見守る中、ソラの腹部にセンサーが当てられ、胎児の状態を確認する。すると、お腹の赤ちゃんを外に押し出すために起こる子宮の収縮、いわゆる陣痛が予定よりも1ヶ月ほど早く始まっていたのである。この連絡を受け、直ちに担当医師がソラの元に駆けつけた。もしも彼女にもっと激しい陣痛が始まれば、その圧力で子宮が破裂して母子ともに危険な状況に陥る可能性があります。ソナは無事に出産できるのか。2008年3月、予定よりも1ヶ月ほど早く陣痛が始まった。だがソナには大きな問題が。骨形成不全症を抱えているソラの場合、骨だけではなく体の組織も弱いため、本格的な陣痛が起これば子宮が耐えられない恐れがあるとかねてより医師は考えていた。そのためソラには陣痛が激しくなる前に自然分娩ではなく帝王切開の手術を行うことになっていたのだ。しかし赤ちゃんの発育を考えれば
少しでも長くお腹の中にいさせたい。そこでシチームはソラを入院させ、いつ起こるかわからない本格的な陣痛に備え、24時間万全の体制を整えたのである。この日緊急入院することになったソラの体を案じ、ヒチョルも泊まり込みで付き添うことにした。だがソラの出産にはさらなる問題があったのだ。翌日、ヒチョルは医師の呼び出しを受けた。そして、一般的に帝王切開を行うときは子宮を切開し、赤ちゃんが出やすいようにお腹の上部を押します。しかし彼女の場合、肋骨が弱く折れる危険があるので、お腹を押すことができません。そのため出血量が増えるのを確保の上で、子宮を通常より大きく切るしか方法がないんです。医師の話にショックを受けるヒチョル。ソナの体のことを考えると、これで本当に良かったのかと思います。僕たちは他の夫婦と同じように子供を授かり、幸せな家庭を築きたかっただけなんですが。果たしてソナの赤ちゃんは無事に生まれてこられるのだろうか。入院から2週間後の3月20日入院から2週間後の3月20日ついにソラの帝王切開が行われることになった。非常事態に備えて輸血用の血液が大量に用意され、実に15人もの医師がスタンバイし、手術が行われる。ドアの外からヒチョルが心配そうに見守る中、ソラの背中に麻酔が打たれた。これからソラのお腹にメスを入れ、子宮を切開するのだ。いかに早く赤ちゃんを取り出し、ソラの出血を最小限に抑えられるかは、医師たちの腕にかかっている。すると子宮切開からわずか2分、吸引器で必死に羊水を吐き出させる。そしてついにソラとヒチョルの宝物がこの世に生を受けた。体重 2200g の男の子だった。手術は成功したのだ。ずっと夢見てきたこの時、我が子の感触をソラはしっかりと確認する。その姿を見て喜びをかみしめるヒチョル。連絡を受けた2人の母親もすぐさま病院に駆けつけ、待望の赤ちゃん誕生を心から祝福したのである。だがソナにはまだ不安が残っていた。そう、赤ちゃんが自分と同じ病気を抱えていないかと。翌日、担当医師がソナの部屋を訪れた。赤ちゃんはとても元気な男の子です。それに骨形成不全症ではありません。ほっと胸をなで下ろすソナ。そしてヒチョルの後から赤ちゃんが。いくつもの苦難を乗り越え、ようやく授かることができた念願の赤ちゃん。ソナはその腕で初めて抱きかかえる。戸惑いながらも様々な思いが胸にあふれ、それはやがて大きな喜びに変わっていった。夢はついに現実のものとなったのだ。2ヶ月後、そこには幸せいっぱいに暮らす3人の姿が。スンズンと名付けられた赤ちゃんはすくすくと元気に育っている。これからこの子を育てていくのは大変だとは思います。でも夫の力を借り、尊敬されるママになれるよう
頑張っていきます。ついに夢を叶えた空とひちょり、これからは親子3人、愛情に満ちた家庭を築いていくに違いない。